こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では、ようやく F2 次期戦闘機の開発が進み出しています。また同時に、無人戦闘機の開発も進んでいくことになります。新進を思い出しますよね。テスト機でも日本が作るものは美しいと感じています。私だけ。では、最近 F2 戦闘機が飛んでいない？そんな事例が起きてしまいました。一体何が起きたのか見ていきましょう。9月8日に航空自衛隊が運用中である松島基地所属の F2B 戦闘機の翼部分にひびが生じていることが点検で確認されたとの記事を掲載した。航空自衛隊が保有する F2 戦闘機には短座の A 型が64機、複座の B 型が30機の合計94機が配備、運用されている状況であり、 F-15J イーグル戦闘機と同様に日々のスクランブル発進を担っている。今回発見されたひび自体はわずか髪の毛1本ほどに過ぎない微細なものだとされているが、当然空中を飛行する戦闘機だけに各航空自衛隊の基地で全ての F-2 戦闘機の緊急点検が行われたという。これに伴い、翌9月9日には F2A 戦闘機が全国で飛行停止の措置が取られ、10月1日までに緊急点検で異常が確認されなかった機体から順番に通常任務へと復帰していると記事は伝えている。こうした対応の原因となった松島基地所属の F2B 戦闘機のひびの原因は、現状まだ特定されておらず、構造的なものなのか、経年劣化などなのかを含め、今後の解明が待たれている状況だ。F2 戦闘機の事故といえば、これまで複数回にわたり異なる原因による、事象が発生しており、今回のひびについても、抜本的な原因の究明が必須であることは言うまでもない。F2 戦闘機の事故としては、まず、2007年10月31日、名古屋において B 型が、整備後のチェックで飛行した際に、配線の誤接続によって墜落事故に、至ったケースがあり、搭乗員は負傷するも脱出している。次に、2008年1月21日、三沢基地所属の A 型が、訓練飛行中に操縦桿が折れる事故に見舞われたが、操縦者が何とか折れた操縦桿を操作し自力で着陸したというケースも起こった。最近では、2019年2月20日、築城基地所属の B 型が山口県沖の日本海に、訓練飛行中に墜落してしまった事故があり、幸いなことに搭乗員2名は、現場付近で救助され、最悪の事態は避けられたものといえる。この墜落事故の原因は、前席の操縦者が機体をまさしく、操作できなかった人為的なミスが原因とされており、操縦を不能に陥った後に、後席の操縦者が引き継いだものの、立て直せずそのまま墜落したとされる。これらの3例の事故で、機体そのものに原因があったものは2例目の操縦桿が折れた事例のみに限られるのだが、F2 戦闘機には、
それを欠陥機だと一部から騒がれる元とも言える試験時の不具合があった。これは試験時の2機の F2 戦闘機の主翼に亀裂が生じた問題ではあるものの、強度や耐久性を確認するための専用の機体で起こったものであり、実際に配備される機体での事象ではない。しかも、同様の試験用の機体は4機が存在しており、このうちの2機にのみ、実験場で生じたものであり、量産の配備の機体とは素地から異なるにもかかわらず、欠陥機という言葉だけが一人歩きした感が強い。2019年2月の墜落事故発生の際も、F-2 戦闘機の通常の訓練飛行などは中止されたものの、スクランブル発進に関しては緊急を要するものとして除外されており、その重要度がうかがえるものだった。ただ、今回の記事によれば、9月9日以降の約3週間にわたり、全 F2 戦闘機の緊急点検が終了するまでのこの期間に、スクランブル体制に穴が生じた可能性があると言及している。同氏の取材に対して、航空自衛隊側では、個別の戦闘機の運用状況について、開示することは安全保障上控えると回答したとされるが、F2 戦闘機自体が現状稼働していることは認めている。ただこれをもって、航空自衛隊が F2 戦闘機の欠陥を認識していながら隠蔽し、かつ、そもそも、開発時点から問題をはらんでいる上、一機約120億円もすると、いうような論調を結論とするのはどうかと感じる。確かに、開発スケジュールの遅延や、それによって開発費が高騰した面があることは否定できないが、これらを全て政府や防衛庁の隠蔽体質だと匂わせるような言い方は、よくある陰謀論に陥りかねない。それでなくとも、2030年代中盤に退役が始まるまでの以後約15年ほどは、まだまだ F2 戦闘機をスクランブルをはじめとする第一線の任務から外すことは事実上不可能なため、建設的な対応策が求められる。何かの事象が発生する都度、例えばアメリカ軍のオスプレイの墜落事故などのように欠陥機と揶揄するのは無責任かつ信頼性の低い兵器をわざわざ導入するような非効率さをあえて行う意味も薄い。そうした政治的意図が透けて見えるような結論ありきの言説ではなく、政府もイージス・アショアの導入を撤回したように、実行上、有益な判断の材料といえる情報を提供してほしいものだ。F2 戦闘機の代替機となる次期戦闘機開発のめども定まらない中、既存の防衛力の維持と底上げは、喫緊の課題であることを、もっと当事者意識を持って考えていくべきだろう。